奥村さん後ろへ。高峰警視正より伝令です。警視庁の奥村警部補はおられますか。開けてくれ。待て。人的には彼らしく生きたいっていう願いはあると思いますね。ただああいうふうにできるできないであろうっていう、そういう意味ではある日本人にとっては理想の人間だと思います。ただ彼もスーパーヒーローではなくて、私生活においてやっぱり奥さんを亡くすという一、どんな職業をついていてもプライベートがあるわけで、そこでのその心の揺れをずっと抑え込んでなければいけないっていう、その辛さっていうのは日本人的には理解できるし、彼のように理想はそうであるっていうふうに自分自身は思ってます。彼は日本では非常に有名な俳優で、おそらく海外では深作欣二監督のバトルロワイヤルの主人公をやって、もう何年も前から映画界にいるベテランでもあるんですよね。海外の人から見ると少年のように見えるかもわからないけども、もう大人ですね。彼は本当に演じることが好きで、役者の化け物みたいな、逆に言うと今の世の中で俳優という職業がなければどうやって生きていくんだろうっていうか想像つかないような男で、だからその一つの道の上をずっとこうまっすぐ前を見て歩いてるっていう姿が、自分には清丸のに近いものと思えて、すぐに最初から決まって、理想としては藤原竜也にやってもらいたいと。ただ彼もなかなか、ね、他にも映画プロジェクトいっぱい抱えているので、こういう役で主役でもないし、なかなか受けてくれないだろうなと思ったら、台本読んだらすぐ気に入ってくれて、もうやるって、それは非常に自分にとって大きな収穫でした、ね、多くの映画監督はある世の中の流れに対して、その流れに逆らってた、自分の作りたいものはこうだっていう大きな流れの中で、それに逆を向いて進もうとするっていう、それは映画監督として非常に美しい生き方かもわからないですが、自分の場合は流れがそうであればそこにもう乗っかっていく、乗っかった上で流れを利用してさらに流れている方向に向かって漕ぐ、漕いでいくといつかどっか海に行き着くかもしれないっていう、そういう感覚ですよね。面白く進化した自分たちが作った映画っていう、そのなんかそれさえも自分たちの延長にあるものだと思うので、すごく面白いものを作ってもらいたいな。